はい、どうもグラシャです。お久しぶりでございます。この間パート32を上げましたが、あれも収録していたのは実は7月の話なので、今回11月4ヶ月ぶりの収録となります。実況自体がね4ヶ月ぶりぐらいになるので、まあリハビリがてらと言いますか、やっていきたいなと思います。では今回は主催屋経由でミックハイルへ向かうということなのですが、もうどこの話だそれって全然覚えてませんな。ジャマース兄弟のナイス勝利。なあ、いつまでついてくる気だ。いつになったら帰ってくるの。サイヤへワープっていいんだよな。主催屋に着いたのかしら。ええ、主催屋はミックハイルへ行くための中継地点だ。つまりグズグズせず一気に駆け抜けろってことだな。その通りだ。よし行こう。ソーディアン会議。機能が戻ったのはいいが状況は芳しくないな。だからこそイクティノスの力が必要になったのじゃよ。それもそうだな。マスターとはどう。ウッドローはいいマスターだ。何の問題もない。ならば遠慮なくその力を借りよう。主催屋を抜けてミックハイルへ。主催屋を駆け抜けてミックハイルを目指そう。浮遊クルーザーを手に入れるんだ。いいな、浮遊クルーザー、素敵な響き。すっかりウッドローさんが警戒要員になってますね。それセーブ。ワープ。フィリア暴走。この実験が成功すれば素晴らしい火力が得られるわ。お城だって吹き飛ばせるわね。クレメンテロ、マスターを止めた方が。こうなってはもはやわしにもどうにもできんのじゃ。でもお城がどうとかって。もう手遅れじゃの。そんな無責任な。いやー、とても物騒な。なんかいる。これは、あ、消えたな。宝箱。いや、久々なんでちょっと頑張って喋りたいなと思うんですけれども、この辺って大体カットされるんですよね。今までの経験がそう言っている。あー、なんかついた。ペンペンの種。あー、なんか来た。もうなんか消してったらなんかあるのかな。つけたり消したり。なんだあいつ、なんなんだ。あー、しまった。さて行くと。どうしよう。ごきげんよう。お、空波絶衝撃。あ、なんかついた。あ、もうさっぱりわからんな。へい。癒しの恵み。お疲れ様。マジ自身。それはそれだ。とりあえず超大きい。サンダーソー。もろか一進。あ、スタリアでよくお世話になる。やってきた。サンダーソード。それはそれとして。普通の色のに用はありません。赤いやつ。赤くて3倍速いやつ。ああ、お宝いただくわよ。ヒエンレンキでポスターこいつをつぶしてるのか。ヒエンレンキでポスターこいつをつぶしてるのか。スラッシュスナイスロー。ゴーショーライゴーゴーショーライヒエクアヒエンレンキでマシオとハネロスラッシュライシュスラッシュライシュ。すべてを癒す導きを示さん。悠久の海に集えライフディスチャージ。そこヒエンレンキ。それ
ライフディスチャージいつの間に使えるようになったの？あれ使えたっけ。まあいいや、今回のサムネ候補が現れました。ごきげんよう。よし、ワープ装置起動。いいよ。ここが主催屋の正面出入り口じゃ。またあの殺風景な外角を通って次はミックハイルへ入るわけね。ミックハイルも空中都市の中じゃ重要な場所なんだよな。その通りだ。天井軍の軍事基地だったところだからな。クラウディスやヘルレイオスのように誰かが待ち受けているかもしれませんね。誰がいようと俺たちのやることは一つだ。そうだろみんな。ああその通りだとも。主催屋を出てミックハイルへ。主催屋を抜けたら外角を通ってミックハイルを目指そう。 OK。 外角を歩いてミックハイルへ。また流そう。外角上を歩いてミックハイルを目指そう。浮遊クルーザーを手に入れなければ。早く便利な足が欲しいです。あれかな、見えてきましたよ。ここに何か空飛ぶ乗り物がミック入る。こちらソーディアンチーム、これよりミック入るを攻略する。了解。ここが天井軍の軍事基地だった場所か。そうだ。さあ浮遊クルーザーを探すぞ。今更だけどなんで空中都市を残しておいたの？全部壊しておけばこんな風に悪用されずに済んだのに。もちろん先の天地戦争の後でそうした案も検討されたわ。環境に与える悪影響を考慮した結果海へ沈めることにしたのじゃよ。なら今回の戦いが終わったら今度こそ後始末をちゃんとしなきゃな。お前の口からそのような発言が出るとはな。なんだよ変か。いや正直見直した。お前の言う通りだ。そのためにもまずはヒューゴを止めないといけませんね。ああ、そうだ、浮遊クルーザーを探そう。浮遊クルーザーを手に入れてダイクロフトを目指す。何としてもヒューゴを止めてやる。神の目を取り戻すんだ。浮遊クルーザーがあるのはミックハイルの最深部だ。浮遊クルーザーは奥に。浮遊クルーザーがあるのはミックハイルの最深部だったはずだ。 OK、 セーブして。あ、今まで誰だったっけ。バルクさんとイレーヌさんが行ったんだっけ。いかんせん4ヶ月もあった全然覚えてないっていうのがねありますけど。ってなるとヒューゴの側近で声が分かってる人だから、あの執事のおじさん名前忘れたけど。クーザーの予定愛友情料理だね。あれ、いやいや料理大事料理大事。これリセットだな。きっとな。おお天空すごい。あれクーザーのトン！マジンスライブロー！結果！キャッチ！マジンスライブ！任せてください。これでどうだ。どうだ。次でやるぜ。さあ、どこだったっけ。ここは今どこだ。ミックハイルの多分ボス前だと思うけどな。浮遊クルーザーを探してミックハイル内をうろちょろしております。ボスまだだったね。やばい。え、何このスターウォーズ。トン。すごいスターウォーズ出てきたぞ。ファイフィッケフィアフルフレアとファイアフォー。邪魔！
豪商来豪商来豪客ほら、ファイトやりまくせやうるふぅファイヤーあ、意外といけたんですか意外といけたんですか豪商来豪商来豪商来シュートシュートやきつせとりあえず超奥義サンダーソードとか言ってみたいっすオッケー長い、うん、おおいた完璧だ。これの1,2,3,4,5,6,7で飛ばせばね、バッチリです。あーやっとワープが使えるってことはやっとですね。やっとボスですね。今度待ってるのは誰なんだ。このダンジョン入ってから1時間30分程度経過しました。さあ誰で行こうかな。フィディア、あ、これがなんか、なんだ、飛べるやつ。あれはなんだ。あれはなんだ。冬クルーザーだ。いいぞ、我らはあれを求めていたのだ。お待ちくださいませ。オベラン社の幹部か。社員レンブラントと申します。レンブラントってあのリオンの家にいた。以前ヒューマ様のお屋敷でお会いした方もいらっしゃいますな。あの時のクルーザーの中には客人がおります。坊ちゃんからお預かりした大事な客人が。クルーザーは諦めていただきたい。マリアンさんのことが。人質にしたくせによくも客だなんて言えるわね。客人は客人でございます。レンブラントさん、あなたはなぜこんなことをするんです。ヒューゴ様の望みは私の望み。答えはこれで十分ですかな。盲目的に従っているわけか。けっ、おかしいんじゃねえのか。なんとでも言うがよろしい。これ以上の邪魔はさせません。え、そんなメカニカルな。ごめんね。スナイプロア、スナイプエア、スナイプロア、ローバーアイ。天領軍の技術の粋を極めた特殊装備の威力、ご覧いただきましょう。全弾発射。スナイプロア、スナイプロア、カナヤ。ちょっとため頑張ってみる。スナイプエア、スナイプロア。これはちょっとまずい。やっとる場合じゃないな。やっとる場合じゃない。そういうことはもうなんかクリアことが似合う。そんなわけで頑張れスタン。痛いね、刺激痛いね。全然ガード崩れないね。
やばい。ちょっとこれはちょっとグレープ組だ。ビール、それ来いよ。ああ、先行よ。来いよ。先駆、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 降りる先駆、冷えたと嘘。いった、ちょっといかんな、アイテム祭りになってきた。だけじゃあ、いかん、全然レンブランとか自重しなくなってる。先行だ。そこまでビームきついな。やばい。口が悪くない、口がダメだ。
ここまで長かったんだから。クルーザーストおじいちゃんになってるよ。ほら決めろ。いけ、お得意の。得意の。いやー厳しい戦いだった。人質を救出しなければ。ジェルシー、はい。レンブラントさん、私が皆様と戦ったのはヒュンオ様のためだけではありません。私も人の親でしてな。それってヘルレイオスにいたイレーヌは私の娘でございます。そんな、すまんイレーヌ、お前の仇うてなんだ。レンブラントさん。スタン、気をしっかり持つんだぜ。俺様たちは間違ったことはしちゃいねえ。中にいた人を助けました。行こうぜスタン、今はやるべきことがあるだろう。そうだな、ありがとうコングマン。なに、無事でよかったですマリアンさん。皆さん助けていただいてありがとうございました。それであのエミ、いえリオン様は。リオンは。スタン、お前この女に真実を告げる気か。リオンは別にやることがあって今は一緒じゃないんです。そうですか。あ、でも大丈夫です。きっと元気でやってると思います。リオン様は私のせいで道を誤ったりしなかったでしょうか。え、あの方は亡くなられたお母様の面影を私に見出していらっしゃいました。あの方のお母様、クリス様に私は似ているそうですから。マリアンさん。そんな私はあの方の弱点になりかねない。私のせいであの方が迷ったりしないか、それが心配でなりませんでした。先に自らの命を絶つべきではないか、そう思ったことさえ。リオンのやったことに間違いはありません。あいつはあなたを思い、俺たちを思い、正しい行動を取りました。そうですか。だから死ぬなんて言わないで、あいつのためにも。はい。泣くなチェルシー。分かってます。でもマリアンさんを地上へお送りしよう。ここには脱出ポットがある。それを使うのはいいだろう。分かった、マリアンさんこっちへ。何から何まで本当にありがとうございます。間違っていたらすみません。あなたがスタンさんですか。はい。そうですか。やはりリオン様からよくお話を伺っていました。よほど仲がよろしかったのですね。ええ、あいつは俺の親友ですから。リオン様が聞いたらきっとお喜びになるでしょうね。あのマリアンさん、何でしょう。地上へ戻ったらどうするつもりですか。もちろん屋敷にてリオン様のお帰りをお待ちします。それが私たち使用人の務めですから。
それでは失礼します。これでよかったんだよな。ええ、よし、いよいよあとはダイクロフトを残すのみだ。クルーザーと中和装置を準備してすぐに出発しよう。ケーキ類のチェック完了。教えられた通りでいいんならいつでも飛び立てるぜ。お任せください、ウッタロー様。ソーディアンチームの諸君、もう一度作戦の内容を確認しておく。クルーザーが飛び立ったらマスター諸君は甲板に出てくれたまえ。わかった。中和装置の準備は完了している。あとは鏡面バリアに近づいたところで一気に放出させればいい。オッケー。バリア突破後はベルクラントに乗りつけ中へ潜入せよ。はい。成功の確率は例によって高くはない。しかしそれを言うならここまで来れたこと自体が奇跡なのだ。私はソーディアンチーム諸君の無限の可能性を信じている。頼むぞ、イクティノス。任せてくれ。よろしくお願いします、クレメンテ。うん、頼んだわよ、アトワイト。わかっているわ。行こうぜ、ディムロス。了解だ。浮遊クルーザー発進。目標、ベルクラント。ベルクラント、なんとかたどり着きましたね。壁をぶち破って突っ込むとは思わなかったけどね。こうして無事なのが不思議なくらいだわ。安心するのはまだ早い、本番はここからだぞ。では作戦の内容を確認するかの。あれ、そういうのはリトラーの役目なんじゃないのか。ここからだと通信が届かないの。諦めるしかないみたいね。わしらがまず目指すのはベルクラントの最上部じゃ。そこからダイクロフト本体に侵入し最終的には神の目のところに到達する。おそらくそこにヒューゴもおるじゃろう。ヒューゴを倒し神の目を無力化しベルクラントを撃たせないようにする。ここまでやってようやく作戦完了じゃ。よし、わかった。みんな、ヒューゴの野望を食い止めよう。これで終わりにするんだ。わかりました。ベルクラント最上部を目指せ。ベルクラントの最上部まで行ってダイクロフトの中へ入るのだ。ヒューゴの野望を食い止めよう。ヒューゴの真偽って。どうしてヒューゴは天上界を復活させようと思ったんだろう。さあね、本人に聞いてみないとわからないんじゃない。誰もいない世界の支配者になって何が嬉しいんだろうな。俺全然わからないよ。そうだな。だけど一つはっきりしてることがある。これだけ多くの人を犠牲にした世界が幸せなものなんかであるはずがないってことだ。ストン、ヒューゴの野望を食い止めよう。何があっても。レンブラントの才能。あのレンブラントが操っていた機械には本当に驚かされたの。どうしてですか。あんな機構はわしも見たことがない。おそらくあの男が天上軍の機械兵器を独自に改良したものじゃ。だとするとすごいですね。あの知識を正しいことに使っておればの。
つくづく惜しまれるわい。ベルクラント最上部へ。ベルクラントの最上部を目指すのだ。ヒューゴの野望を食い止めろ。なあディムロス、今俺たちってあの大きな剣みたいなものの中にいるんだろう。その通りだ。今この瞬間ベルクラントを撃たれれば我らがどうなるかわからんぞ。ここまで来てやられてたまるか。エネルギーが充填される前にヒューゴを見つけ出そう。生きている人間のために。ヒューゴとリオン、あの二人は初めから普通の親子には見えなかったな。リオンはヒューゴのことをどう思っていたんでしょうね。好きだったのか嫌いだったのか、それ以外の気持ちだったのか。考えるなと言っても難しいだろうが、これだけは言っておくぞスタン。人は死んだ人間を理由に行動してはダメだ。生きている人間のために行動するべきだ。はい、分かってます。よし、先に進もう。よし、先進もう。ジャンプ。セーブ。以後次回だと思う。